出口調査。出口調査とは、選挙結果を予測するため、投票者の出口で、投票した人に直接投票行動を尋ねて調べる、こと。また、それに基づいて、実際の得票数を推定すること。有権者の関心が集まる、選挙の際に、テレビ局、新聞社などによって行われる、開票が進んでいない段階での候補者の当選の、見込み、当選確実、 当格を推定するための主要な材料の一つであると、共に投票行動を定量的に分析するためにも用いられる。アメリカ合衆国では、1967年のケンタッキー州知事選挙に際しての CBS のらによる調査など、早くから出口調査の事例がある。日本では、1989年5月の青森市長選、この時の当選者は、 佐々木誠作りの際、青森放送の長崎明義、当時、報道制作局報道部長、現代表取締役社長が初めて当調査を取り入れたことが初。国規模では、同年の参院選の際、17都県で行われた TBS 系列による調査がもっと早いものの一つとされる。以下では、例として、毎日新聞で採用されている出口調査の方法を、 説明する。出口調査は、投票区の標本抽出と投票者の標本抽出の2段階に分かれる。それぞれの段階において、限られた標本数の下でできる限り無作為な抽出と、妥当な推定を実現するため、様々な工夫がなされている。投票区の抽出においては、まず、有権者数と前回の選挙の投票率から、投票者数を推定し、 統計的な推定を行うことができないほどに投票者数が少ないと見込まれる投票区が除外される。次に各投票区を強く支持されているとされる政党や候補者などの観点で分類する。その各分類から推定投票者数に比例する数の投票区が選ばれる。そのようにして選ばれた投票区の投票所に調査員が派遣され、 一定の数の投票者を選んで質問することにより、投票者の抽出が行われる。調査員は出口を通過する人を数え、均等な人数間隔もしくは時間間隔を置いて、調査への協力を依頼する。協力が得られた場合は、質問を書いた用紙を渡し、投票者の筆記によって、回答をしてもらう。調査員は、その回答を読み取り、 携帯電話などの機器を用いてその場でデータを集計者に送信する。質問では投票先の他投票理由、支持政党を調べることが多い。その他、性別や年齢の情報を加える場合もある。このような方法での出口調査に基づく、得票率推定の精度は完全に無作為な場合には劣るものの、その誤差の比は1.5倍程度に収まるとされる。 例としてはそれぞれ標本数1,500から4,000程度の23回分の都道府県知事選挙における出口調査による推定の標準誤差が同数の完全に無作為な抽出が行えた理想的なケースと比較しておおむね2倍程度にとどまったと報告されている。日本の大型国政選挙では全国で数十万人を対象に実施される。 期日前投票においても実施されており、これは投票日前に報じられる中盤、終盤情勢分析に反映される。投票行動が変わることを防止するため、出口調査結果は投票締め切り時刻ちょうどか、それを過ぎてから発表される。しかし、日本の国政選挙の場合、有力政党や有力候補には投票締め切り前に情報漏しているとも言われ、 翌日以降の新聞記事等には投票締め切り前に情報入手した党幹部らが対応協議したとする描写が登場することがある。当選確実、当確を出す基準はそれぞれの報道機関が独自に決めている。多くの場合、出口調査の結果は開票の途中経過に次ぐ大きな判断材料となる。当選は選挙管理委員会より発表される。よって、 マスコミの票読みは当選確実と表現される。その他の有効な手がかりとして初期の開票作業の目視による観察が挙げられる。開票作業では最初に投票箱を開けて票を候補者別におおむね山分けする。報道機関の記者はその山を遠くから双眼鏡で確認し比較することによって当選者を予想することができる。他にも各選挙区における 立候補者の知名度や実績、地盤や組織票の強さ、各区における支持政党の傾向など、投票前のアンケートや経験則に基づく情報が活用される。一般に言う、開票とは候補者別に山分けされた投票用紙を実際に数えることであるため、当選者と落選者の得票に大差がつくような無風選挙では、投票締め切り後1分もしないうちに、 開票率例で、当確が出ることもある。続称、ゼロ打ち。日本では2003年の衆院選において20時の投票締め切りから23秒後に TBS が安倍晋三、山口四区当確と報じた。また、2007年の都知事選でも投票締め切りの20時から1分程度経過した時点で石原慎太郎の当確を次々と報じた。 もっともアメリカでは投票締め切り0秒後に当格を報じており2008年アメリカ大統領選挙ではカリフォルニア州などの投票締め切りとなった西海岸午後8時になった瞬間すべての報道機関がバラク・オバマの当選を報じた2009年の衆院選ではテレビ朝日系列の名古屋テレビ放送が投票締め切りと同時に 愛知県の全選挙区などの当確をテロップで報じた。イギリスでも出口調査を行い、そのデータに基づいた党派別の議席予測を投票締め切り直後に発表するが、当確報道には利用せず、伝統的に当選発表は公式発表をもって当選とする。出口調査には、その方法に起因する偏りが存在する。一つの要因は、 期日前投票に対する調査が困難なことである。期日前投票は2007年の参院選では総投票数の18%に及ぶなど投票全体の打ち無視できない部分を占める。また2005年の衆院選のなら一区における調査では当日投票と比べて期日前投票を行った人の中に公明党支持者が多いことが報告されており、 期日前投票と当日投票との間には投票傾向の異なりがあることが分かっている。しかしながら期日前投票では投票の日時が広く分散するため当日投票と比較して大きなコストがかかることから確的な調査が困難である。その他回答に協力する人と拒否する人との間での違い投票者の少ない投票区の切り捨てによる カバー率低下の問題も存在する。上述のように出口調査はあくまで限られた標本に基づくサンプル調査に過ぎないため、一定の量の誤差を避けることができない。したがって、それに基づいて判定される等確も100%確実なものではない。一方で、テレビ局同士の間では、等確情報の速さと正確さを競う傾向が強いため、 選挙特別番組での当確報道の誤報、処意、当確ミスが多いことが問題となっている。調査結果から来る、政党別議席予想と実際の結果が大幅にずれていた場合、テレビ局では責任者の更迭人事をとっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。